響いちゃった。こんばんは、こんにちは。まさといらっしゃい、おつみありがとう。たじかちゃんいらっしゃい。ようへい、お、大宮にいる今。大宮駅周辺、お。お、お、お。今ね、店舗にいる。絡まってる。絡まってる。ありがとう、おつもも、おつはや。インスタのストーリー見て可愛いなと思ったら配信来た。お、嬉しい、たじかちゃん。そう、今日ね、そう、今日パンツなんです。珍しくパンツ履いてる。と髪の毛、言った髪の毛がね、結べるようになってきたんだよ。嬉しい。また倒したい。それちょっと怖いな。大丈夫かな。かわいい、ありがとう。あ、ケンタこんにちは。ケンタこんにちは、ありがとう。料理作って待ってる中早く帰って。え、めっちゃ偉いじゃん。でマサットさ、結構やってるよね、料理。動いてんのかわいいね。やったー、テジカーアイドルに来て。トリカン、ちょっとカラオケやろうかなって思ってるんだよね。よいしょ。やば、これは腰が痛い。よいしょ。哲夫さん、またオンライン時期やってくる今回ね。ちょっとまださ、迷ってる。やばい、今日中に結論出さなきゃいけない。今回自由衣装だからさ、何やろうかなと思って。あ、ゆったんだ、まんじゅう。ゆったん、こんにちは。今起きた、おはよう。今日休みかな。歩いてるけど暑い。今日暑いよね。今日暑いよね。夏よ、夏。料理ブーム来てる。え、めっちゃいい。料理いいよね。あ、マッシュだ。え、マッシュありがとう。ね、マッシュ、今から歌うわ。今から歌おうと思って。もどきさん、こんにちは。ありがとう。店舗行かねば。そうだよ、店舗行かねば。お、流れ山こんにちは、おはよう。今日は起きてたね。あのショールーム公式の見てくれてた。夜勤終わって寝ずに歯医者行って、さっき家帰ってきたから。腹壊すの大丈夫かいな。お腹温めないと。今日はお休み。あ、今日休みなんだ。ゆったん何するの。相変わらず可愛いし、クソも可愛い。めっちゃ褒めてくれるよ、へ、嬉しい。嬉しいの舞。トットは見つまってよ。バケモンが生み出される瞬間見た。そう、うん、今日もあやさんの絵がやばい。楽しかった。今日は公式ショールーム意思疎通ゲームをやったんだけど、みんながね、メンバーが思うアイドルのこうライブで見せたい曲、リバイバー以外で偶像モーメントって全員があったの。全員が意思疎通したの、やばい。ごめん。もうすいません、本当手で持ちますもん。ごめんね、びっくりさせてしまったよね。最近ね、ずっとね、頭の中から離れない曲があって、それをね、歌ってみようと思って初めて歌うんだけど、多分みんなもね、知っているかな。ほんと携帯割りそうだよ。コンビ落ちたら、傘
最近ずっとこの曲ね、この曲のあの道に咲いた花にさりげなく笑いかける君が大好きでってとこがね、めっちゃ頭から離れなくって、そうなんだろう、最近アジサイの花見てたからかなすごいいいなと思って歌ってみた。歌声好き、めっちゃ嬉しい。歌声好き、めっちゃ嬉しい。クリスタルキーを超えた。やめてくれマッシュ、マッシュやめてくれヘッド可愛いとか尊い、ハートもありがとう。好きってやったら好きになっちゃう。あー言っちゃった言っちゃった。ちょっと画面が落ち着かなくてめちゃめちゃ申し訳ないです。なんかさ、箱の上に置いてたらさ、携帯を倒してしまって。クリスタルモモってなんかちょっとキラキラしそうじゃない？クリスタルモモクリスタルってつくだけでなんかちょっと宝石感あふれて。お疲れ様です、会社モモのバイバイ、ありがとう、頑張ってね、ありがとう。もう一曲ぐらい歌おうかな、なんだろうな。なんかお昼に歌う曲ってなんだろう、何がいいかな、何がいいなんか聞きたい曲ありますか。ランキングはね、人気曲ランキング1位はね、泳げたいゆきくん本当に2位、夜にかける夜遊び、3位ドライフラワー、4位ハム太郎の歌、5位うっせぇわだって。今のランキングは泳げたいゆきくん1位なの、本当に。毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよってやつかな。なんで1位が対局ね、なんでわかんない、私思った
でも人気曲ランキング1位はたい焼きくん。めっちゃさ、誰かがブームを起こしたんじゃない、たい焼きの。まさかの。お昼は休みはウキウキウォッチング。それなんだっけ、あの歌、コンパンダ、あ、パンダさん、コンパンダ。可愛い歌が聞きたい。可愛い歌ってなんだろう、可愛い歌ね、可愛い歌って何、例えば、例えば可愛い歌、みんなが思う可愛い歌とは。アニメ系なのか、こう歌手で言う可愛い曲ってなんだろう。アイドルさん、あ、アイドルみたいな、あ、じゃあ48とかそういう系とか、 AKB とか。和菓子の日にたい焼きのギフト投げられてる歌って、あ、なるほど、そっか、今そういうイベントやってるからじゃないかな。え、真夏のオリオンってちょっとやばい、歌えない、ごめん。なんだろう、アイドルソングといえばアイドルソングといえばなんだろう、ハート型ウイルスもいいね。ツインセル。どうしよう。どうしよう。どうしようかな。アイドルソング、アイドルソング。君のこと好きだからもいい、いい、いい、いい。AKB じゃなくてもよければ、初恋サイダーとか。初恋サイダーとか、どうかな。君のことが好きだから。え、ももさんの歌聞いてから。ほんとに？ちょっと、初恋サイダーいいね。ほんと？じゃあ、初恋サイダー歌って終わりにする。久しぶりに初恋サイダー、よし、初恋サイダー聞きたい、ほんと？じゃあこれ歌いますね。湧いてください、みんな。傷をあげるよ、今気づいた思い、どんな言葉でも足りないかな。ドキドキ。
とうございます。初恋サイダーです。初恋サイダー歌ってるのにめっちゃハートが飛んでるの可愛いよね。ねえこれありがとう、ありがとう。じゃあランキング読むね。10歳、孫6、金本さん。12位、元木。11位、中。10位、流山。9位、熊太陽。8位、シュート。7位、秋吉。6位、マッシュ。5位、ノアの箱舟。4位、シーバス。3位、テ。2位、ケイニャン。1位、ハヤト。ありがとう、ケチャした、ありがとうありがとう、嬉しい。みんなこの時間だったけど聞いてくれてありがとうございます。今週も頑張ろうね。今日からのオンラインチェキの予約も始まるのでよろしくお願いします。ではこの後も頑張ろう。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。